全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。少しばらついたスタートになりました。まず何がいきますか。早くも先頭14番フォーマンエマス、7番セレスティアル内から追い上げる、18番レッグーザ方位をキープ、内抑えて13番スカーレットキング、各馬第1コーナーをカーブしていきます。内抑えて2番ミレニアムバシリカ、3馬身相手8番スタンドムーブ、後ろに16番ポーラープ、少し差が開いて11番ジャドウディーマ、5番サハラクリスタル、この辺りが中段、その外6番ミユ、少し差が開いて10番スキーノテイオー、これからバックストレッチに向かいます。1馬身相手4番ドリームチャンス、内側3番アウトエッド、これを見るように内側1番モンティクイーン。 1000m の通過タイムは1分0秒5。1馬身相手15番タタミカリン、内から9番アイフォンシャワー、後ろに17番タケウララ、離れて最後方から追走12番ビンマイティ、冬の東京競馬場を駆け抜けます。ここから先頭までは20馬身以上、先頭はレッグーザ、後ろに14番フォーマンエマス、7番セレスティアル後位をキープ、その外2番ミレニアムバシリカ、各馬大欅の向こうを通過、外を抑えて13番スカーレットキング、3馬身相手8番スタンドムーブ、1番人気ポーラープ、ここからどういった競馬を見せるのか。4コーナーから直線へと向きます。歓声が大きくなって直線の攻防、400を切って先頭レッグーザ、そしてフォーマンエマス、セレスティアル先頭になった、セレスティアルわずかに先頭か、残り200を切った、まだ先頭はセレスティアル、ミレニアムバシリカ迫ってくる、ミレニアムバシリカ捕らえにかかる、ミレニアムバシリカ差し切って降臨、勝ったのはミレニアムバシリカ、鞍上は海老名正義騎手、ミレニアムバシリカブリーダーズカップの栄冠に輝きました。2着セレスティアル、3着フォーマンエマス。